収チャンネル。はい、年収チャンネルの株元です。ゆきです。はい、ということで今回はですね、神戸大学の加藤くんにお越しいただきました。簡単に自己紹介をしていただけますか。神戸大学から来ました加藤です。今日はお金持ちになりたいで来ました。よろしくお願いします。神戸からどうやって東京に来たんですか。ちょっとお金がなさすぎてヒッチハイクで来ました。いや、それはすごいよね。はい、さっき聞いてびっくりしたけど、私も最大限こうお答えして加藤さんのお役に立ちたいなと思っているんですけれども、聞きたいことがたくさんあるとのことだったので、はい、まあ、早速どんな質問あるんですか。まあ、僕は工学部で勉強しているんですけど、この勉強って社会で役に立つのかっていうのがすごい疑問に思ってて、はい、大学の勉強が役に立つのか立たないのか、はい、稼ぐっていう観点で言うと基本的に役に立たないです。なんでかっていうと、その知識自体はビジネスにおいてはそんなに関係ないことばっかりなので、ビジネスをするとか売上あらりを作るっていう意味では基本的に関係ないです。一個あるとするならば、例えば卒論とかもそうだけど、答えがないから自分で仮説を立てて検証して論文作ったりするでしょ、大学のやり方って、はい、PDCA って言うんだけど、仮説を立てて実行してみて、でそれがこう合ってたか合ってないか検証して、またそれを修正してやる、この流れっていうのはビジネスでもすごい必要な重要な思考法なんですね。それを練習でできるっていうのは一つ大学の勉強のつながるところなのかなと思ってますが、ただあんまり関係ないんで、そんな大学の勉強でこう PDCA 学ぶんだったら、最初からビジネスとかベンチャーで PDCA 学んだ方が良くないっていうのが僕の考えだったので、僕は大学でほとんど勉強しなかったです。大学は学歴をお金で買うところだと思って、そう割り切ってましたね。で今社会に出たから、はい、あ、俺早稲田っすっていう感じで言うと、一定数の人が、あ、早稲田なんですねと、じゃあちょっと信頼できますねって言ってくれる人がやっぱいるから、まあこれのために買ったみたいな、そんなイメージですね。格だったりブランドっていうのはある程度ビジネスする上では必要だったりするので、そのために買ったというふうに思っています。私は大学の学部を選ぶときに、どうせ自分は会社員になる、どうせ自分はビジネスをやるんだっていうのをもう自分で決まってたんで、自分の中で。なので政治経済学部行っても法学部行っても、自分が政治家になるわけでも弁護士になるわけでもないっていうのを思ってたんで、だったらビジネス界で一番必要なのは何かって言ったら、学部で何を勉強するかじゃなくて学歴が必要だ、学歴が一番大事だと思って、早稲田で一番偏差値が低くて入りやすかったスポーツ科学部一択で受けたんですね。卒業したら早稲田大学卒業っていう肩書きがつくんで、それで今仕事してるっていう、みんな大学でいろんなことを学んでそれを生かそうっていうのも全然悪い考えではない。ただまあ自分がやってみて思ったのは、もちろんスポーツ科学部で勉強してスポーツ業界に行く人も一定数いますけど、スポーツ科学部でやったことと全く関係ない人が9割とかなんで、基本的には関係ないと考えてもいいんじゃないでしょうかっていうのが私の結論です。ありがとうございます。はい、ということでまたお会いしましょう。